サンデーゲストさん、カリカリから石井さんが登場します。はい、今週もカリカリから石井さんをお迎えしてます。どうも、1週間ぶりです。1週間ぶりですね。ようこそ NSC。 そうですね、はい、また今週も来ていただきまして、はい、よかったです。遠かったですね。そうですか、はい、どっからいらっしゃったんですか今日は。今日はそうですねちょっと上の方から降りてらっしゃった。そうですね、天から降りてきたみたいあれ、着替えてくれてる石井さん。着替えたんですけどね、着替えたっていうことでいいんですね、それは。そうですね、先週ほら同じ服がもうなんておっしゃってたんで、また同じ服かなと思ったんですけど、ええ、そうなんです、はい、同じ服かなと思ったんですけど、結構あのね、うん、おしゃれで売ってるんです。あ、そうだったんですね、カリカリっておしゃれで売ってる発言、びっくりしました今。そうなんです、そうだったんですね。そんなおしゃれな方をお招きできてとても嬉しい NAT なんですが、はい、どうですかこのテレビとか出たの久しぶりだったでしょ今回。そうですね、ちょっと戻ってきました、テレビの感じっていうか、うん、トークみたいなのはね、トークみたいなのですね。いや、戻ってくるというか、俺絶対こういうの出ない方がいいよなと思いますよね。思いますか、なんでそう思うんですか。なんで向いてないなって思います、自分でテレビとか。そうですね、向いてない、うん、そうですね。だからカリカリとかだったらね、もっと、もう喋りたい人はいっぱいいるじゃないですか。そうですね、皆さんおしゃべり上手な方も、うん、そうですね、そうですね。石井さん普段あんまりね、おしゃべりなイメージはないですから、うん、ファンの方はすごい嬉しいじゃないですか、うんうん、そうですか。だってあんまり見れないものが見れるって嬉しいじゃないですか。そうですか。そうですよ、はい、私だって別にテレビに向いてるタイプじゃないですからね、もともと。そうですか。めちゃくちゃ恥ずかしいですよ、人の前でお話しするとか。あ、恥ずかしいですよね。恥ずかしいですよ ね。なんで恥ずかしいんでしょう。思い出すともう喋れなくなるんで、忘れよう忘れようと思ってるんですけど、みんなに見られてると思うともう身が縮む思いなんですけど、毎回そんなことを繰り返して800回も超えましたけれども。すごいですよね。でもね、なんだかんだ言ってお付き合い長いですよね、意外とカリカリとは。まあそうですね、はい、なんでしたっけあれは。サイン会じゃなくて握手会じゃなくて、なんかそういう、ね、なんかね、司会を、トークショー、トークライブみたいなファンの方をお招きした、はい、そうなんですよ。そう、活動を休止する発表の翌日のトークライブだったんですけどね、はい、花坂では。トークライブだったの。トークライブでしたっけ。トークライブですよね。そうです、そうです。私ドキドキしながら司会してた覚えがあるんですけど。そうです。そんなこともあり、でまた復活されて、はい、まあ、新しい作品が今回できたということで、はい、何が起こるか分かりませんね。そうですねね、分かりません。本当ですよ、2012年どうなっちゃうんでしょうかね、はい、そうですね。もしかしたら金沢にライブとかしに来ちゃうかもしれないですね。こっちですか。もしかしたら来ないんですか、うん、来てくださいよぜひライブ。そう、見てないですね、しばらく。カリカリさんのライブ。私、まあ、でもそうですよね、だってライブ全然やんないのに、なんでこんなテレビとか出てんですか俺は。で、それはもうやっぱりファンの方が石井さんが見たいっていう声があるんです。で、ライブとかやった方がいいですよね。もちろんそっちの方がいいです。もちろんそっちの方がいいに決まってるじゃないですか。なんでやんないんですかね。本当ですよ。一回そのことについてはね、ちょっと1時間ぐらいじゃ話しきれないので、そうですね、ちょっとゆっくりとお話ししたいところなんですけれども、今回はまた新しい、ね、アルバム持ってきてくださってますし、この中から1曲曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、暗中ロマン。いや、もうなんかセクシーなお衣装でしたね、石井さん。よく見てみたら、はい、V ネックの V 開きが尋常じゃなかったです。この辺まで行ってますからね。 V ネックじゃないですよね、うん、あれね。そうですね、あれはもう鍛え上げた実態じゃないとなかなか着こなせないおしゃれな衣装でねえ、まあそうですね。本当にうっかりお弁当も食べれない、まあ、そのなんかカリカリの、その、はい、あのドラムの人とかね、はい、まあ絶対着れないですドラムの人限定で今おっしゃってますけれども、ギターの人もまあ着れない。普通の人はなかなか着こなせない。あれはやっぱりこう、ね、匂い立つ何かがないと。カリカリのドラムの人はなかなか、はい、あのもうすごい太ってるんですけど、もう特にものすごい腹が出てるんですよそんなことわざわざテレビで発表しなくてもいいと思うんですけど、ね、だけどね、それを今まではまだそれで言ってたんだけど、はい、もう多分いい加減もうどうにもならなくなってきて、うん、今なんかコルセットみたいなやつあるじゃないですか。本当ですか。あれでギュッて締めて、はい、
そのライブの時も。マジですか。アーシャとか撮影する時もそう。はい。そんなにぶっちゃけてもらわなくても大丈夫ですよ別に。あ、そうですか。だってそれ怒られるんじゃないですか、そういうのバラしちゃって大丈夫ですか。いや全然ね、まあ、むしろでも気持ちがいいですけどね、コルセットしててもあれだけ叩けるっていうことですもんね、でもそういうことですよ、素晴らしいですね彼らっていろんな方いらっしゃいますけど本当に個性的なメンバーというか、皆さん元気ですか。私ずいぶんお会いしてないですけど、皆さんの近況をお聞きしようかなと。そうですね、はい、元気ですよ皆さん。元気ですか、まあ、俺も多分そんなにそんなにしょっちゅう会うわけではないので、はい、そのライブの時とかね、レコーディングとかそういうなんか、そういった作業がある時じゃないと合わないですからね、独特ですよね、そのカリガリの皆さんの距離感というか、ファンの方との感じもそうだと思うんですけど、本当、カリガリだけの感じがありますよね、なんかね、独特だなと思いますよ、見てて、でもそれぐらいがちょうどいいですよね。あ、そっかそっか、物を作る時とか、そっかそっか、まあ、作品はね、それぞれの持ち味ももちろん今回もね、さくらさんの書いた曲、石さんの書いた曲、はい、いろいろ、まあ、混ざって11曲、はい、本当に一つの世界観になってましたけど、今回はね、本当に特典がすごくって、ジャケットも2種類あったんですね、初回版、通常版って。これね、先週も話しましたけど、同時購入すると、はい、そのちょっとコルセットした方の歌も聴けるっていうお話をちょっと聞いたんですけど、ソロアルバムがついてきますからね、ドラムの方が全部歌ってるアルバムをもらえてしまうという、そうです、テレビショッピングもびっくりな特典がついている。これもう本当に面白いんでね、面白いですよね。俺も昨日初めて聞いたんですけど、もう本当にもう大爆笑ですね。大爆笑なんですか。私まだ聞いてないんですけど、笑える作品になってるんです。大爆笑それやれちゃうっていうところがまたね、カリガリっぽいなと思いますよね、そういうことをね。まあ意外とだからね、そのご本人もね、なんだかんだ言いつつもね、そういうのが結構好きなんでしょうね。嫌だったら嫌って言いますよね。そうそう、嫌だったらやらないですからね、大人ですから、俺は絶対やらないですから。そうですか、次は得点で石井さんがドラム叩いてるとかないですか。あったとしてもそれ分かりにくいですよね。そうですね、ドラムはちょっと分かりにくいかもしれない。本当になんかこういつもね、ドキドキさせてくれるものを、ね、出してくれるんですが、今回同時に買ったらそんなことがあって、別々に買っても楽しい特典があるんでしたっけ。握手会、はいはいはい、その握手会もまたちょっと一味違って、別々にっていうか、だからまあ一緒に買ってもいいし、2つ買えば、ね、どっちにしても2つ買わなきゃいけないってことですよね。ややこしいわ、はい、いやでも、なんかいろんなことがあると面白いですよね、こうなんかこうすごいいつもなんかこう一筋縄ではいかない感じがいいなと思うんですけど、とにかく皆さん聞いたことない方、ぜひぜひ一度手に取ってみてほしいなと思います。そしてメンバーの皆さんにもぜひよろしくお伝えいただいて、はい、本当に次は冗談抜きでライブで帰ってきていただきたいなと思います。そうですね、テレビもいいですけどね、もうたくさんお客さんが入りそうであれば、私にそんな言われても分かんないですけど入りそうであれば来てくれるんですか。どうなんですか、金沢とかっていうの、このあとね30秒では語れないの で、 あ、そうですか、これはこれ終わってからまたゆっくりお茶でも飲みながらそうですねということで、皆さんぜひライブね来てほしいと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんで、今日はゆっくりしてってくださいね、はい、まだまだ時間を得てくれますよ。本当にゆっくりしてくれるんですか。急にいなくなったりしないでくださいね。急にいなくなっちゃいそうじゃないですか、石井さんって。いや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 、大丈夫、全然大丈夫ですよ、はい、大人ですから。大人なんですね、はい、で大人の石井さんとお届けします。ちょっと CM です。はい、カリガリから石井さんをお招きしてお届けしている NAT、 軽快なトークでお届けしています。警戒すぎますね。言ってみました、はい、ということで続いてお題のコーナーです。今週は考えていただいたお題があるんですけど、はい、食事ですっていうお題がついています。まだ達筆なです、はい、で、じゃあ3位からいきましょう。お食事についてね、ベスト3考えていただきました、石井さん3位ペロッ、味噌ちゃんこ、かわいいですね、味噌ちゃんこって。これ ね、 あれですね、やっぱりこう全部めくってもらった方がいいですね、これ同時にですか、はい、同時にめくるんですか。ちょっとめくってみてください。じゃあめくっちゃうよ、ペロリカレー、もう一個めくっちゃうよ、
べろりすき焼き、これ同時に出す意味はどこにあるんですか。いやこれね、はい、あの要はですね、例えば、はい、あの例えばじゃねえか、例えば俺あの、うん、味噌ちゃんこが3番目に好きで2番目にカレーが好きで1番好きなのがすき焼きですっていうことじゃないんですよ、ことじゃないんだ、あのそういうことなんですね。あこれあの全部ね鍋のこと言ってるんですね、カレー鍋、カレー鍋ね、味噌ちゃんこって鍋じゃないですか、でこれ別にね全然好きとかじゃないです、別に嫌いじゃないですけどね、好きとかじゃないんですよ。なんですかこれで、あのなんですか、まあ、本当にこれ、はい、嘘じゃない、本当に嘘じゃない、うん、あのもう2週間ぐらい前から、うん、あの鍋食い続けてるんですよ毎日、うんうん、まあ、寒いですからね。で要はこの順番にね、はい、味噌ちゃんこに始まって、うん、でカレー、うん、それがカレー鍋にこう、要はだからなんで鍋を食い続けてるかっていうと、うん、こうちょっと食べて具がなくなるとこう足しますよね、うん、で足し続けてるわけですよ。おお、初めから、嘘、いやまあそれは初めのやつはもうないですよそれは、びっくりした1週間ずっとこう継ぎ足してんのかと思いました、鍋もうねどんどん足してって、はい、でもうなんかちょっと飽きてくるから、はい、なんかその何ですか、その物を変えるじゃないですか、物なんて言ったらいいんですか、具じゃない、中身ですか、スープですか、うん、でそれでこうなったんです。でこのすき焼きってのは今リアルタイムなんですよね、うん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 、もうだから3日間ぐらいすき焼きを食い続けてるんですよ、はい、そうなんですか、まだ続くの平気な方なんですか、同じものが続くの。全然大丈夫ですね、であと3日ぐらい続くと思うんで、すごいですよあの本当にこの編集さん、はい、すごいですか、何が。結構だからリアルに、はい、あの普通に3食とかですよ、はい、あ1日中もう鍋、1日中鍋ですよおかしな方ですね、まあ、おかしいですよね、おかしいですよ、そっとってもそれこれちょっとね、だからあれなんじゃないですか、こう凝り出すと割とハマってこうずっとそれってなるタイプですか、他も凝るっていうよりは、うん、鍋っていうのは楽なわけじゃないですか、なんかそんな、まあ、そうですね、投入すればなんか出来上がりますから、ね、それでなんかね、うん、あのどこが終わりなのか分かんなくなっちゃうんですよねあそうですか、だからその例えば投入するの具材とかも、はい、同時になくなるわけじゃなくて先にこれがなくなって、だけどまだこっちがあるからみたいな、うん、だけどこっち入れたらないこれまたちょっと買ってきてまた入れちゃうみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、エンドレスですよね、そうなってくると。そうなんですよ、そうですか、はい、元作りにも通じるお話ですかねそうですか、全然通じてないと思いますけど鍋ですか、自分で作ったりされるんですか、自炊というか料理とかされるんですか。されますよ全然、本当、はい、うん、そうですか、はい、なんかでも鍋なんてね全然料理じゃないですよね、ま、料理っていう感じじゃないですけど、うん、意外とすごい上手だったりするんですかね料理。いやどうですか評判は。評判はまあ別にあの人に作ったりとかしないですからですよね、うんうんうん、でも全然そういうの嫌いじゃないですね。でも料理ってなんか私音作りに通じるっておっしゃる方も結構聞いたことあるんですけど、うん、こう一人作業的なところもあったりとか、はいはいはい、ね、一人で作ること多いでしょ音も。そうですね、うん、気分転換になったりします、料理すると。うん、そういうことでもないの。そうですね、気分転換っていうのがわからないんですよね、ちょっと気分転換がわからない。そうだからなんて言うんだろう、気分転換っていうのはどういう時にしたらいいのかがわからないんです。でも私それすごいわかります。私も気分転換がめちゃくちゃ下手なんですよ、わかんないですよね、ストレス解消法とかもわかんないですし、そうなんですよね。でその解消されてる感じっていうのもわからないです。分かんないですよね、今これ解消されてるのかみたいなね。そう思ってるだけなんじゃないのかとか思ってみたりとかすると余計またなんかうーんってなったりして。そうですね、考えすぎなんでしょうね、いろんなことを。もしかしたらね、うん、ね、なんか人生相談みたいになっちゃいましたねそうですね、そんなお題じゃなかったはずなのに、ね、食事です、ということで石井さんにこのまま鍋食い続けたら死ぬってことですか、ね、死なないですよ鍋ですもん。あ、鍋の鍋食べたら死にますけどね。まあ栄養のバランスとっていいお腹作ってくださいということで今日の大トークは食事ですでした。ありがとうございました。ここで曲を言ってみましょうか。はい、はい、そんな石井さんの作ったこの曲です、はい、シャバランダ。本当になんかこういつも見てると個性的な方たちだなと思ってしまうんですけど、長い付き合いになってきましたね、結構メンバーさんとも。そうですね、うん、10年近くとかですか。10年ぐらい、ね、ですよね、うん、長いですよね、うん、変わんないなと思います見てて。
いやいやいや、そんなことはないですよ。変わってきてますか、皆さん。まあやっぱり、ね、変わんないなって思ってたら、多分再結成みたいなことはしてないですよね。なるほどね、うん、そういうことかもしれませんね。そうですよね、一回だってやめちゃってるわけですからね。そうですね、うん、その顔がそんな石井さんに2012年の抱負でも聞いてみようかな。始まったばっかりですけど、はい、2012年なんか新しくやってみたいこととかありますか？あのね、やっぱり新しくやってみたいことというか、はい、やっぱり先週の話とちょっと被ってくるんですけど、はい、やっぱ経験してみたいのは、うん、ことっていうのがあって、うん、自分がやるわけじゃないんですけどね、うんうん、だからやっぱり売れてみたいですよ、ね、一番を取りたい、まあ売れてみたい、まあ、一番っていうのはまあちょっと極端な話ですけどね、まあ、なんていうんだろう、もう少しなんだろうな、なんか、うん、なんかね、まあ、今までに見たことのない世界に行ってみたいっていうことですよね。見たことのない世界というか、売れてる感じっていうか、売れてる感じ、よくわかんないですけど、ね、うん、いや売れてなかったわけじゃないですよ。カリガリだってすごく大人気のバンドだったんですけど、今でもそうですけど、まあだから売れたいですねそれとは自分でどうにかできることじゃないじゃないですか。例えば、はいはいはい、必ずしもいい作品を作ったからめちゃめちゃ売れるってことでもないわけじゃないですか。今のチャートはそうかもしれないですね、はい、だからね、ほら、どんなに自分が俺は売れるんだって思っても売れることはできないですからね。それ人が決めることだったりしますからね。そうですよね、はい、だからちょっと金沢の方の力を借りてそればっかし金沢の方の力を借りてそうですね、いろんな方の力を借りて、売れてみたい。そうですね、わかりました。売れてるよねってみんなね、こう言われてみたいですよね。言われてみたい。いやいや、石井ちゃん最近いい感じだねみたいな、そうそうそう、すごいねみたいなことですか？全然全然みたいなね、行ってみたい、ね、一回行ってみたい、ね、なるほど。2012年のカリガリに注目したいと思います本当に。ということでニューアルバムも出たばかり、11というタイトルのアルバムがリリースされています。1月の11日に出たばかりです。1並びということでね、皆さんぜひぜひ聞いてみてください。いやもう石井さんが面白すぎることがよく分かりました今回。本当に今までも面白かったと思ってましたけど、いやでもあんまり面白さでは売ってないですよ。別に売らなくてもそういうのは博多なくこう漂ってくるものですから おしゃれで売ってるんですけど。そうだったんですねおしゃれな石井さんとずっと一緒です。 CM の後もまだまだ続きます。はい、プレゼントのご応募どんどんお待ちしてます。そして石井さんからも何かいただけますか？これ、それ何ですか？ CD ですね。 CD 開けちゃっていいんですか？CD、これはあれですよ、はい、ツアーで、うん、ファンクラブの人に配布した、うん、これまともな、まともですよね、これだ、まあこれ、まとも別の曲が、はい、では昔の曲の、なんて言うんでしょうね、リテイクというか、撮り直したものなんですけど、うん、これね、金沢とかはライブ来てないですから、そうですね、いいんじゃないですかね、これ。そうですね、いただいてよろしいんですか、それ。これだから、俺の気持ちでは、うん、こうね、応募してきてくれた人全員にあげたいんですけど。気持ちでは、ね、残念ながら、はい、何人あげたらいいですか？2人なんです。2名様。2人なんですね、はい。ありがとうございます。だからこれこういうことですよね。2枚セットでってことですよね。2枚セットで。2枚セットで2名様ですか？はい。あら。らしいです。2枚セットで2名様に差し上げます。どんどんご応募ください。ということで、いよいよ C さんお別れの時間が近づいてまいりました。早いですね。早かったですか？そうですね。それは嬉しいことですね。いやー、やっと終わりかって思われるよりは、早いなーなんて思われた。あっという間ですよね。あっという間でした、いや金沢本当に久しぶりに来てもらって、うん、まさかまた NFT でね、こうガリガリのお話をできると思っていなかったので。そうですね、本当に嬉しいなと思いました、だけどやっぱり俺の魅力を伝えるにはちょっと時間が足らなすぎるいや十分伝わったと思います。鍋の話とかでそんなことない、 PV でアルバムで、いろいろでじゃあ2012年は売れるといいですね、いっぱい。そうですね、はい、それを目標にやっていくということで、はい、それ聞けただけでもよかったです。そうですね、はい、だから
売れるというか、だからまあ買ってくださいっていうことですよね、はい、そういうお話をしに来られたということで、はい、これあげるから岸井さんまた来てくださいね本当にありがとうございました。来週はカウントダウンジャパン特集です。お楽しみに。来週も楽しみに。石井さんでした。バイ。